お疲れ様です。吉谷さん。今日ね、ガソリン入れてきました。ガソリン入れてきて、やっぱりね、結構な値段でしたよ。60リットル入れて12,000円だったんで、価格は195円ですね。私の場合は、指定のガソリンスタンドで、プレミアム会員になってるんで、いつもリッター5円引きなんですよ。だから実質、リッター200円、ついに体験しました。人生で2度目です。まあ、今更ですね、ガソリン代200円になってもビビるような私じゃないですし、だからといって走行の距離をね、減らそうかなんていうことは全然起きないですね。そもそも、トランザムに乗っててね、燃費気にするかってんですよ。気にするけど、もう今更もうどうしようもないですね。うん。でも、吉田さん思えば、私が高校生の頃、原付に確かね、5リットルぐらいガソリン入れたんですよ。だいたい500円前後だったかなっていうふうにおぼろげながら記憶してるんですけども、その時に私が時給500円ぐらいで働いていたんですよ、焼肉屋で。うん。だから、1時間で500円働くと、バイクの燃料が1回満タンできるみたいな感覚だったんですよね。5リットルですから。で、あれから、当時17ぐらいでしたけども、あれから随分と30年以上の時間が経って、ガソリン代は倍になった。自分の稼ぐ力は倍以上になってるはずなんですよ。高校生の時に時給500円だった私がね、時給1000円とか2000円で今、パフォーマンス出してると思うんですよ、さすがに。そうなると相対的にガソリン代が倍になっても痛くないはずなんですよね。もちろん、高校生の頃と違って、あれやこれやと使うものはね、増えましたよ。家とか家族とか家庭とか、ランニングコスト上がりましたよ。でも、今のところなんとかなってるかなと。強がってるところでございます。安いのに越したことはないですけどね。でも、もう現実変えようがないんで、ちょっと強がりながら、ちょっとだけ政治に物申しながら、ビジネスで今日の現実を乗り越えていこうかなっていうところです。はい。エネオス、ガソリン代、1リットル200円突破。おめでたくないでございます。お疲れ様です。